続いては男子1部 110m ハードルの決勝です。すでにパリオリンピックに泉谷俊介が内定していまして、派遣標準は野本修正、そして村竹ラシッドも更新しているという、突破しているという種目でもあります。さて軽部さん、注目選手お願いします。はい、はい、ですね、やはりですね、今阿部選手映ってますけれども、準決勝でもですね、いいタイム、トップタイム出してますから、非常に、まあ、強い選手、スプリントがありますからね、あの阿部選手注目だと思いますね。そしてこの小池はどうでしょうか。小池もまあほぼほぼ同じようなタイムのベストを持っているんですけれども、やはりまあスプリントはまあ阿部君の方が少し上かなというような感じですね。ハードリングでまあどこまでまあ阿部君と勝負できるかというところだと思いますね。阿部達樹が去年はこの大会で3位、はい、小池亮は去年この大会で4位に入っています。ですね、はい、風はほぼないというコンディションですね。はい、まあ、国立競技場はまあ競技場、いい競技場ですね。向かい風も少ないですよ、追い風もそんなに吹かない、コンディションはいいと思いますね。あとは西選手もいいと思います。早稲田の3年生西哲郎は4レーンです。はい、さあスタートしました、男子 110m ハードルの決勝です。阿部君いいでしょう。西君ちょっとぶつけましたね。順天堂の阿部達樹のクレーン、そして法政小池も競るようにして、さあこの2人が先頭でどうか。最後は順天堂の阿部達樹が制しました。去年はこの大会3位、今年は見事優勝を果たしています。さあ6レーン順天堂の3年生、はい、阿部達樹が、ね、はい、いいレースを見せましたが、小池と競るような中盤でしたね。そうですね、あまり深くディップをかけない、ディップというのは前傾なんですけども、かけないで、まあ、走り、まあ、どういうふうにつなげるかっていうようなハードリングですね。そうでしたか。一方小池君は少しディップを深くして、まあ、前にかけていくっていうハードリングですね。まあ、そうした飛び方の違いというのも見られるんですね。はい、やはりスプリントの差だと思いますね。スプリント能力すごく高いと思います。そうですか。優勝は順天堂の3年生阿部達樹です。関東インカレってことがあって、先輩方が、偉大な先輩がいるんで、ね、まずこの試合で勝たなきゃいけないなっていうのが自分の中で目標としてあったので、まずは優勝できて素直に嬉しいです。そうですね、やっぱり大きいスタジアムなんで、すごい気持ちが上がっちゃって、予選ちょっとそれでミスがあったので、そこをちゃんと冷静にっていうので、まあ、けどすごい大きくて、応援も大きいんで、すごい興奮というか、やってやろうという気持ちになりました。そうですね、まだ来週ゴールデングランプリにも出場できるので、まずそこでベストを更新して、もうパリオリンピックの参加標準でも一つでも近づけたらなっていうふうに思うのと、あと日本選手権もある、日本インカレもまだまだあるので、ここで満足せず、まだまだ精進していきたいなと思います。